皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ではゼルダの伝説ムジュラの仮面実況プレイパート5やっていきたいと思います。今回もサブイベント回収ですが、今回は一回村の外に出てみたいと思います。これ君待ちなさい、この先の君何か妖怪、村武装だから君の子供一人で外に出すわけには。剣、失礼、子供扱いして悪かったね。この先中は海の見えるグレートベイだよ、気をつけて。はい、タルミナ平原、早速モンスターがいっぱいいる。んで、なんか宝箱もしてなんかいっぱい見えますね。どこだっけ、あ、いた、踊ってる踊ってる。とおお、我主して月に嘆き、我が舞を世に残せず、ただ食いるばかり。役、悔しいぜ、お月さんよ、俺は死んしまったぜ。ああ、俺のダンスで世界中を熱狂のるつぼにする予定だったのによ。この新作ステップ、誰かにレッスンしときゃよかったな。幽霊ダンサー、カマロ。何て言ってか、この子。では、いや、そうか。なんだっけ。曲忘れた。なんだっけか、癒しの歌。おいた、おお、我が舞を世に巻き育てよ。役、あんたに教えたからだ、流行らせてくれよな。カマロの目をすすがった遺言通り、奇妙なダンスを流行らそう。頼んだぞ、頼んだぜ。ダンスの後継者になっただそうです。さてさて、どこだっけ、この辺にね穴あるんですね。おお、なんかいる。ノー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 、この穴勝てるかな、勝てない気がする。ドドンが2体爆弾投げ込んでやる。爆弾で地道に削っていきます。オッケー、そして50ルピー、やった。おお、これはまさか、これはまさか、ごまだれ、違った、残念。全然ごまだれじゃなかった。でもまずハートのかけらをゲット。よしよし、ちょっとタルミナ平原へ渡ってみようって感じと、見回ってみようかな。なんかあんな、懐かしい光のプレリュー出会い、すげえなんか投げてる。俺に構うな。さてさて、あとどこだっけ、穴を探せ。穴穴。
の前にから、そうだそっか、先にこれ見なきゃいけないんだ。多分今入ってきてないもんな。2日目来ちゃうな。別にいいんだけどさ。では1日目おしまいです。よしよし、ではでは見せて。マスタルキットの方はどうでもいいんだけど、とりあえず誰かいるし。いた、あいつあいつ。あいつがどこに入っていくのかしっかり収めておきます。やあ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 、近い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 、どこ行った。いいカメラワークでしょ。お、なんか登ってる人いる。あれ、見失った。あ、オッケー、現場は押さえたぜ。というわけで会いに行きましょうか。セミの攻撃ですから。よしよしよし。ではでは東口から外に出ます。すげえ追われてる気がするけど。おお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 。さてさて、やあやあやあ、あんたこんなところ何してるっぴ。ここはわしの秘密の倉庫だっぴ。勝手に入ってもらっては困るっぴ。頼むっぴ、ハートのかけら売ってやるから内緒にしてほしいっぴ。1個150ルッピーでいいっぴ。これ逃げれるじゃないっけか。ダメかっぴ。そんなら応募もおまけ。 OK、 買おう。100ルッピーなら買う。あんたを信じないわけじゃないけど、用心のために倉庫を他に移すっぴ。あんたも早く出てくっぴ。オッケー。悪いね悪いね。
くる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 。ここは何もない。虫がいっぱいいる。で、もう一箇所行きたいな。本当はこのまま南の方に行けばストーリー次行く場所なんですけど、まだ行かないと行きます。宝箱とかそれも気になるけど今は通れません。で、どこだっけな、この辺どこかじゃなかったっけか。あ、多分この辺ちょっと飛んでる。ちょっとだー落ちた。で勝負だ。ピーハット、はいはいはい、やった。ほい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 、また入った。えい、回転切り。リーチがまだしょぼいな。なんもねえや。宝箱ちょっと装飾が豪華になった。よっしゃ、ハートのかけら。ストーリー攻略次進む前にがっつり貯めていってやる。おっとっとっと。で、あとなんだっけ、多分平原はとりあえず OK。そうですね。じゃあ、とりあえず夜まで飛びましょうか。あ、そうだ。おお、ベイベー、いいもの持ってるな。そいつでベイベーが作った曲を聴かせてくれよ。時の彼に引き続きね。覚えやすいんで。あー、おーイエー。なかなかナイスな曲だったぜ、ベイベー。ほんとかよ。ところで、この世の中には時を思ったように変えられる曲があるらしいな。オラが聞いた話じゃ、その曲を逆さに演奏すると時の速さはゆっくりにできたり、一つの音を2回ずつ演奏すると半日時間が進められる。そんな曲があるらしいんだが、オイラはベイビーの聞かせてくれた先の曲がお気に入りさ。またオイラに会いたくなったらどこかで先の曲演奏してくれよ。じゃあな、ベイベー。はい。まあ、時を操る歌ということで、まあ、時の歌の演奏の仕方を少し変えると、まあ、何かしらが起きるということで、まずやってみましょうか。じゃあ、とりあえず半日進めたいと思います。ここかな。時の重ね歌を奏でた。ほい。そうすると、まあ、朝は夜にというか、まあ、半日ずつ進んでいくわけですね。でだ。さあ、役に立ってもらおう。邪魔しないで。蛇のトリコをローソ姉妹、団員たちに書き込んだ。これでもそれを言うか。この舞を見よ。ちょっと不気味。いや、だいぶ不気味。
お、兵士さんも見とれている。あの、ステップをご伝授ありがとうございます。あなたはうちらのマスターです。ほら、ターハンのかけら、やった。4つのかけらで1つの器、器が増えればライフが増える。オブリコのハートを奪って大切に書き込んだ。マスターかっこいい。めちゃめちゃ褒められた。さてさて、あとどこだろう。回るとまた1箇所くらいかな。屋上に行きたい。どこだっけ。ここか。この先ミルクロード、さらにさっきロマニー牧場、ここに入ります。前作だったスタルフォス、あ、違うな、オーゴードサルチュラか。どうイベント、これはまあ、ミニゲーム要素として一応あるにはあるんだけどね。そうだ、この踊り確か、3DS 版直されてたんだけど、普通に踊るとこうでしょ、こうでしょ、でだ。縦構えたまま、注目して、踊る。あ、違う、踊って、こうか。下半身だけがぐるっと。リンクの下半身に注目してください。うら。気持ち悪。もうちょっと前か。下半身だけぐるっと回っちゃってるもんな、これ。すごいわー。あ、つけっぱなしだった。おい。よいしょ。傲慢トラック。馬調教専門初心者大歓迎。お気軽にお越しくださいと。おーい、妖精か。瓶ないもんな、まだ。敵のオカリナは自信満々に攻略できるんですけど、ちょっとこっちは自信がないので頼るかもしれません。出た。誰かが悪さしてロマニー牧場への道を塞いじまったんだ。ごめんな、もう一日待ってな。というわけで、そんなこと知られないんで、おい、で最後だ、外で、ちょっとここで、あまり時間早く過ぎてもらっちゃうと困るので、時の歌を逆さまに演奏します。時の逆さ歌。今の時間の流れをね、遅くするということで、遅くします。これでだいぶ時間の流れゆっくりになるので、ミニゲームをやったり、ストーリーを攻略したりというのはぐっと楽になりますね。ストーリー攻略もその3日間以内に攻略しないと、時の盾に戻った時にまた、全部最初からになっちゃうんで、大変です。でだ。今、聞き覚えのある声が、そしてこの歌。今はまだ、連れていくことはできないんですけど、ここにね、彼がいるんだ。あ、あれ？
ペポナ。あんたの馬じゃないの？そうなんだよ。あれ？君誰だっけ？はい、まだちょっとイベントが進められないのでエポナを仲間にすることはできません。どこだっけな、こっちか。わ、月めっちゃ近い。ここをや、いや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 、俺じいちゃんに聞いたよ、月が起こしてるんだって。あんなにでっけんだこの牧師もダメだな。はあ、まあいいや。俺の心残りはこいつらがコッコになった晴れ姿が見れねえことかな。コッコ大好きだね、黒さん。大体的に書き込んだと。で、ここではこのブレーメンだったっけかな、に協力してもらいましょう。ほい。これで、この子供たち、ココッコたちを、ココッとコ、ココッコたちを、マーチン、後ろ連れて行かせるようにしてだ。これ B ボタン離せないから辛いな。指疲れそう。痛い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 。何匹くらいいるんだっけこれ。何匹って、何羽何羽。鳥の数の数々間違えたんだね。黄色い点々が、黄色い点々が後ろついてくる。うわー、地震か。よくわかんないけど、みんな一丁前にトサカなんかつけちまって、これで心残りはねえよ。ほれやるよ。ウサギズキをもらったら長い耳だって野生の力が湧いてくる。こいつらみんなおんどりなんだな。あーした、このズキンがめ、このウサギズキンがめちゃくちゃよく言ってたんですよ。見た目あれだけど、はい、これ普通の言ったことね。でズキンつけると早い。これで移動めちゃくちゃ楽になるからね。これはね、もう早いうちに欲しかった。ここでジャンプの飛距離も伸びるので嬉しいです。さてと、急いで村に戻って、てか町に戻って、クロックタウンに戻ってお金預けて初日に戻ろう。さすがにこれ以上行動できない。はい、町に戻ってきました。で、ここでだ。ちょっと時間進めます。で、時間はゆっくりなままなので、大変なことになる前にだ。お金預けときます。全額預けます。
で、ポストハウス。そりゃ、逃げたい。けど、コナンの予定表に書いてないのだ。僕にはあいつの予定表が最優先なのだ。あ、しまった。このミニゲーム、最後の日はできなかったっけ。ああ、できなかったな、そういえば。しまった。そっか。じゃあいいや、しょうがない。じゃあ今回ここまでにして初日に戻ります。すいません。間違えた。これ結構回収できたからな。次もう一回サブイベントやって、その次あたりストーリーコールが入れるかな。はい。というわけで、ゼルダの伝説、ムシュラの仮面、実況プレイ、パート5はここまでにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。